情報セキュリティマネジメント試験令和元年秋午前問い22について説明していきます。マルウェアの動的解析に該当するものはどれかというところで、こちら動的解析についてまずは説明していきます。マルウェアの解析方法として、まずは表層解析、そして今回問題になっている動的解析、そして静的解析というところがあります。まずは表層解析ですけど、ファイル名とかファイルの種別やハッシュ値などの情報をもとに、インターネットや過去の解析データなどをもとに調査する方法になります。そして今回問題になっている動的解析は、実際にマルウェアを動作させてその挙動を見る方法になります。そして動作させる領域というところは、感染しても良い領域になります。以前の動画で説明しているサンドボックス環境を用います。そして静的解析は、マルウェアのプログラムコード自体を解析する方法になります。つまり動的解析に対する問いになりますので、以の検体をサンドボックス上で実行し、その動作や外部との通信を観測するというところで、以が正解になります。以上になります。このチャンネルでは情報処理技術者試験で問われる IT 用語を中心に分かりやすく動画解説しています。これからも解説動画を増やしていきますので、高評価、チャンネル登録いただけたら嬉しいです。過去動画検索には、マサルの勉強部屋様とコラボ作成しています IT 用語動画辞典をご活用ください。概要欄にリンクを貼っています。ご視聴ありがとうございました。